地福寺は、大阪府茨城市にある浄土宗の寺院。桑原山地福寺縁議によれば、高徳天皇の御代、中富の鎌足により創建。会期は、創営院。イルカ暗殺を鎌足が練ったところと言われ、毎朝天を拝して、蘇我氏だとを祈り、ついに東方の阿部山山福に功名を得て、その目的を達したという。元新言宗の寺であったが、衰退し、天正年間、 めぐみほまれ流ゅうねが再興し、浄土宗に転じる。愛川ダム事業により、水没地となるため、西方高台の大大地に移転となり、平成15年に新築。縁起に、摂州島下郡桑原山地福寺は、大指揮官、鎌谷大臣の早々なり、本尊は、千住大悲観世音菩薩町二尺五寸、両脇は、不動。 ビシャモンいずれもカスガ明神のご作なり。また、鎌谷大臣新筆の映像あり。中村は、鎌谷大臣。左は、上映和尚、右は、大宮親焼なり。とあり、千手千眼観音立像と大食観像が、残されている。現在、阿弥陀如来を本尊とす。啓白法律、石頭一期屋徳3年3月19日、元首尾国に跡後。 基礎正面に4行の造流名がある。地上高2メートル、初重紙面に船形に掘り込んだ中に、如来形の座像が刻まれた、地元の河口岩で作られた鎌倉時代の作。大阪府有形文化財地上高113センチメートル、幅64センチメートル、厚30センチメートル。板上船形の地元の河口岩に、頂上に天蓋をいただく国像。 その下に3体ずつ4段にフッツが刻まれている。市内唯一の13物で、茨城市指定有形文化財地上高1 1 6トル幅6 3トル厚2 7トル上部に三田、下2段に6地蔵座像を刻む。外枠左右に、天正八家の枝立世種。11月24日と国名。 茨城市指定有形文化財観音堂のカヶ津市内に不動明王と昆社門店の脇地を従えて暗記され、勝手は本尊が本尊であったと見られる。信用受材による寄せ木作りで極画を貫入。造内脚部背面に高昇3年大仏師大宮法芸院芸,芸が修理したとの牧署名が確認されている。造高86.1センチメートル。 上部に三面の心境、鈍ん調とミスがかかる神殿風の設定の中に、中央に大食館、その左手側に長男の上へ、右手側に次男の不人が配される。地福寺の自伝では、鎌足り自室とする。89.041.2センチメートル。ありがとうございます。